Let the freak show begin. 今日はゲストにリラックスさんをお迎えしてお届けしたいと思います。よろしくお願いします。リラックスです。はい。もう何度も結構こういう場所で話してるからとか言って5、6回ぐらいはやってるんで結構やってるよ、ね、なんかそんなにガチっていかないです、はい、いかないですよ、まあ、よしょっちゅう会うしね、ちょこちょこと ね夜もあるから全然、うん、なんかまず、はい、そのリラックスさんのバックグラウンドみたいなところから聞いていきたいと思うんですけど、あのそもそもラップを始めたきっかけっていうのはきっかけがもう中学の友達の兄ちゃんがラッパーだったんで、うんうん、はい、あれみたいな、やってんじゃん旭川で、また僕は北海道旭川の出身なんですけど、うん、やってんじゃんってなって、うん、じゃあ俺もできんじゃねえかみたいな、その前です先にヒップホップ聞いてた上でですよ、うんうんうん、でラップを実際にこう日本語で旭川のこんな田舎のところでやってる人いるんだっていうのを見た時に、はい、おお、友達の兄ちゃんがライブしてる姿を見たんですか。ライブも見ましたね。その時にその兄ちゃんが、うん、高2か高3ぐらいだったんで、うん、僕らは中学生ぐらいだったんですけど、うんうんうん、うわーみたいな、こんな若いのにみたいな、はい、やっぱりちょっと年上の人がやってるイメージがあったんで、うんうんうん、年関係ないじゃんと思って、でなんか俺が、うん、まあ、特にその部活とかも別に優れてるわけでもなく、うん、部活何やってたんですか。部活サッカーとバレーボール、おお、背高いから手足両方使うタイプの、ね、忙しいね、はい、忙しい感じでやったけどまあ、あんまりそんなに向いてないなと思ってたんで、うん、あ、そうなんだ。だからそれはもう中学で部活やめて、うん、だ高校からはもうそういう音楽の方に行って、うん、そういうレコーディング代とかをするのにこうバイトしたりと か、はい、なんかラーメン屋とか焼肉屋とかやって、もうこれでレコーディングみたいな。で札幌になんかちゃんとしたスタジオがあったんで、もう通ってたみたいな。すごい、電車賃みたいな。そうなんですね。滞在時間より移動時間の方が早い。長いって。あ、長いって。そうなんだ。旭川から札幌ってどれぐらいかかるんですか。 JR で1時間半でバスで2時間ぐらいですね、うん、じゃあそれ高校生の時通ってレックしてたのめちゃめちゃ青春だね。青春ですね。そうだったんですか。でもそのこうさ聞いてて友達の兄ちゃんのライブ見てかっこいいと思って、その すんなり自分でもそのプレイヤー側になれました。そのリリック書いたりとかフルを作ったりとか。まあ、ちょっとビビりは、ビビりというか、うん、本当にできるかしら、はい、思いつくのかしらみたいなのはあったんですけど、はい、まあ、全然意外とすごいね。これはもう自分のなんかセンスを信じてじゃないですけど、うん、やってみよう。へえ、で初めてそのフリースタイルバトルにチャレンジしたのはいつ頃なんですか。フリースタイルバトルは、うん、バトルは本当高校生ラップ選手権で、僕が出たのが第3回とかで、確かその時が初めて、うん、一般のお客さんを入れて、うんうんうん、やった時ですね、はい、外ででかい会場でやった、リキッドルームか恵比寿のリキッドルームかどっかで、はい、その時に初めて東京に来たんで、半端ない、もう会場に行くのめちゃめちゃ迷った、うん、それがそうだったんだ、ね、うん、どんな気持ちだったか覚えてらっしゃいます。もう、うん、会ったことない人をディスるっていうことへの躊躇、ね、躊躇優しいから優しいからフリースタイルをやってたんですけど、うんうんうん、バトルかみたいな、うん、ヘイトマイルの感じにはいかんだろうって思ってたんですけどいきなりね、うん、いけましたねすごいっすね、うん、でもそこでね、まあ、名前を残して、うん、でそれからこう連続して出場したりとかと、はい、UMB もね、うん、ローカルの代表として出場したりっていう、ね、うん、名を上げていったわけじゃないですか、はい、当時どんなこと考えながらバトルしてたのかなと思って。いや、もうとりあえずなんだろう、人の印象に残る、うん、ことをなんか、うん、やればというか言えばいいかなって、はいはい、誰が見てるか分かんないんで、うんうんうん、旭川ではとりあえず絶対に繋がらないだろうなって、うん、旭川にいたら絶対繋がらないだろうなって人もなんか東京でちゃんと繋がれるんで、はい、うんうん、まあ、ここでも存分にアピールしないとっていうふうには思って考えてた。まあね、しかもバトル系のヘッズの皆さんってやっぱすごいその1試合1試合をすごいこうなんていうんですか、大事にしてる、オーディエンスの方がなんか大事にしてるような感じもするし、で皆さん分析とかこうね、ウェブ上に YouTube でなんかこう公開してらっしゃったりとか、熱がすごいなって思ってて、なんでそのバトルに特にまあ高校生ラップ選手権に出る前後ってガラッと自分のこう全然違う、あ、本当、うん、どんなところが、まず、まあ、なんか別に数字とか気にしないですけど、うんうん、そういうツイッターとかのフォロワーしかりとかがやっぱ増えれば、はい、うん、あ、見てる人は増えたんだなっていうふうに実感するんで、
あこれはもうかまさんといけんっていうこの人人数の人が見てるんだっていうのをちょっと自覚し始めたかなって、はい、うん、すごい。なんかそれの逆にプレッシャーとかはありました？あります、あります、うん、逆に旭川に恥かけねえなっていう、うん、北海道舐められないようにというか、うんうんうん、いずれはこう背負っていかないとなっていう覚悟というまでは重くないですけど、うん、やったろうっていう気持ちはありましたね。なるほどね、うん、その時そのどうやってそのスキルを磨いていったのかなと思って。フローですかね、うん、なんか言葉で韻踏むのは結構そんなに別に俺も韻も凝って踏んでるわけじゃないんで、うん、もうフローによってパンチラインっぽく聞こえるようなのもあるんで、とにかくいっぱいなんか洋楽とか聴いてた気がしますね。それをなんか日本語でやるとどうなるんだとかイメージしながらやつ、ね、フロー磨きが一番そうなんですね、なんか身になったかなっていう風に思います。当時こう自分が聴いてこれはやべえと思ったフロー、もしくはまあそういったフローを繰り出すラッパーってといえばリラックスさん的にはどんなアーティストですかね。全員じゃないですか、全員、うんうんうん、誰が特にとかはないですけど、まあでも自分のルーツでもあるニューボーイズとかはやっぱり一番参考にしたかもしれない。ニューボーイズやっぱルーツだよね、一番ルーツ言ってましたね、うん、いろんなそういうラジオとかでも言ってましたけど、はい、うん、まあファッションも参考になるし、うん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 、あれだけでも見た目だけでまずパンチ残せるじゃないですか。まあね、派手でちょっとヒップスターっていうかね、ちょっと派手で、うん、スキニーな感じで、はい、うん、スキニージーンズアンダーマイクっていうアルバム出た時に、うん、はい、あこれだわみたいな、へえ新しいわみたいな、新しいわって俺的には思って、うん、あんまり王道なラップは聞かないように、うん、王道なっていうかクラシックなラップは聞かないようにして、うん、新しいねアーティストで、しかもそのちょっと おしゃれ系のアーティストの方がより変なフローにチャレンジ。そうですね、服おしゃれねと、うん、フローもおしゃれなんです。そうかもそうかもそうだね。当時とそして今もうその旭川のヒップホップシーンラップシーンというのはどういう感じですか、はい、当時はやっぱり、うん、先輩がちゃんと背中見せてくれたんで、うん、おやっぱりいっぱいいるな旭川ってなったんですけど、で僕ももう東京引っ越したんで、だけどその代わりに若い子が逆に俺らがその当時は一番最年少だったんですけど、うん、今もう僕より下の人がガンガン出てきたんで、へ逆にちょっと俺がそういう見せないといけないなっていう位置なのかなっていうふうに思ってきたんで、うんうんうん、なるほど、かましますかましま かまします待ってま ますちなみにさ東京に上京を決めたきっかけっていうのは何だったんですか、はい、決めたきっかけは、うん、そのレーベルの BCDMG に入らないかっていう連絡が来た時ですね。レベル東京ならもう東京行かなきゃじゃんって勝手に思っちゃったんで、はいはい、まあ行ったら絶対いろいろ広がると思うし、うんうんうん、レベルもこう何かいろいろなケアしてくれると思ったんで、そっか、その時が決めた時ですね、拠点を移してやっぱ変わりました、いろんなことが、うん、なんか、うん、まあ、音楽的に変わったのももちろんなんですけど、はい、生活自体変わったというか、うん、その玄関を出た時の景色も変わったし、まあね、畑ないじゃんみたいな山もね自然がね山もね川もねみたいな感じなんで、うん、引っ越したんだなって実感した時でもさ本当にもうレーベルなんて、はい、もう巨大なメジャーから、ね、うん、まあ、そう個人でやってるのはインディーのレーベルからたくさんあって、うん、クラブも山ほどあってレコーディングスタジオもわんさかあるっていう感じじゃないですか、はい、よりこうアーティストとしてモチベーションが上がったやりやすくなりましたしね、うん、なんかパッと思いついた時にすぐスタジオ入れるっていうのは結構助かりますすごいね。でそれでねあの EP そしてコラボ作品だったりをリリースしていくわけですけど、うん、 ね、そしてアルバムに至るっていう、ね、感じなんで、じゃあ後半でまたアルバムの話を伺っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。